聞いてよ。聞いて。ちょっと俺さ、最近すげえムカつくことがあって、ジュン兄ちゃんとさ、明日があるさ聞いたじゃん、この前さ。そこ切り抜かれたのかわからんけど、ピューって回ってきて、あ、これだと思って、これやっぱおもろかったなと思って見返しとったわけよ。切り抜きをね。したら、新世代絶対知ってるのに知らないふりしてんの、きっちりみたいな。いや、バリムカつくと思って、バリムカつくと思ったっけ、新世代勉強せん一緒に。俺ちょっと新世代詳しくなりたいわ、普通に。めちゃくちゃすげえ嫌な気持ちだったわ。多分、お前らの用語で言うところの聞いたなんやけど、めちゃくちゃなんかすげえ嫌な気持ちになったけどさ、ちょっと勉強しようぜ。お前らおすすめ教えてくれよ。新世代本当に詳しくないって言っとるけど、その俺が詳しくないのって、名前は知っとるけど、顔と名前が一致せんわけよ。一致せんくない？なんでそんな顔見て名前わかる？さあ、もちろん平成フラミンゴ知っとうよ。バンバンザイも知っとうし、クレマグも知っとうし、あとなんか、新世代ってどこまでが新世代なの？あれ、AKB みたいなやつ。AKB じゃなくて、48やろ？レイクレ聞いたことあるぞ。レイクレも知ってます。顔わかる？舐めんなよ。俺がどれだけ YouTube 見てないと思っとうてや。調べようぜ。おすすめねえの。まだおすすめ教えてよ。新世代の中でも、どれがおもろいとかないと。クレマグ？レイクレ多いね。レイクレ調べようぜ。いや、マルとかマジで詳しくて、あ、YouTube の動画全部見とおっちゃん。YouTube に上がっとすべての動画。全部見とお、多分。あいつ、本当に詳しい。レイクレだっけ？レイクレ？ 5 人グループなんだ。ちょっとなんか短い動画ないとかや。長いな。あ、これめっちゃ再生されてない？人生ゲームした。100万円かけて1ヶ月リアル人生。あ、待った、シャープ1やん。やめよう。ちょっとシャープ1とかは、ちょっとごめん。俺ネットフリックスもドラマ見れないタイプなんだよね。10分以内で動画出しと YouTuber いないん。シャープ1とかはやめよう。ヘイフラだ。俺ヘイフラちょっとわかるよ。あれでしょ？ 3 人組の女の子で、1人めっちゃ運動できるっしょ。多分そうだよね。え、待って、3人組でしょ？ 2 人だった。二人かよ。片方が運動できんの？なんか一人めっちゃ運動できるやつ、ほら。うるせえ！この程度なんよ、やけん。もうこの程度と、名前は知っとうけど、そのじゃもう本当に申し訳ないけど、その、知らんちゃうもんだって。それはクレマグ。あ、クレマグは三人なんだ。え、クレマグはでも、俺結構一個自慢できることがあって、クレマグって聞いた時に、絶対なんかの略と思ったっちゃう。クレイジーマグレットやろってふざけて言ったら、正解した。クレマグ。女の子3人組なんだ。そうなんだ。でも長いんやね、動画が。よし！やめよ。やーめた。よし！やめよう。ちょっと長いわ。ちょっとやめよ。長くないか。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。